2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。では、記事のタイトルを読むわよ。韓国、2017年から爆増の、韓国家計債務、スイスに次ぎ世界2位に。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、最近、韓国の債務の話題を取り上げることが、多いのだが、今回の話題はかなり興味深い。ついに韓国の家計債務が、スイスに続き世界2位となったのだ。まさかのカナダ抜きである。第1位のスイスの家計債務は特殊な事情があるのだが、それよりも韓国だ。カナダを超えるほど家計債務を、急増させたことになる。一体どういうことなのか。それだけ韓国の家計債務が、増える速度は速い。世界一の速度だってことだ。高速で増え続ける家計債務とまで、韓国メディアに書かれたぐらいだ。コロナ禍で多くの国が借金を増やしたが、コロナ後は減らしている傾向だ。なのに、韓国だけが家計債務を急増させてついに2位だ。これは来年にスイス超えもあるんじゃないか。なかなか期待できるんじゃないか。何しろ、韓国は何でも、ナンバーワンが好きな国だ。2位じゃダメだよな。せっかく1位となって不動の記録を打ち立てるんだ。もっともチョンセ夫妻入れたら堂々の1位だが。では、記事の冒頭を見ていこう。ここの冒頭は私が読むわよ。昨年はじめに住宅担保ローンと無担保ローンを駆使して7億5約7680万円を調達し、住宅を購入した会社員 Y337 は現在、毎月原利合計で350万ウォンを返済している。350万ウォンは Y さんの月収の 90% 余りを占める。Y さんは共働きだったので、思い切ったが、祝祭日や傾聴まで重なり、最近は正直生活が苦しいと話した。世界の大半の国がコロナを得て、対経済規模比で家計債務を減らす借金ダイエットに成功した。しかし、韓国は楽に家計債務が大きく増え、その増加幅は比較可能な26カ国でトップだった。Y さんのように住宅価格急騰期に借金をかき集めてマイホーム購入する人が多かったためだ。家計の所得に占める利子負担は過去最大を記録している。これは夫婦、共働きだが、なんとか自分の月収9割を、返済に充てることができるわけだが、一人だと死んでるだろう。奥さん頼りの生活になっているが、そもそも毎月350万ウォン。日本円で38万8500円だ。これだけ毎月返せるというのは一流企業の、会社員なんだろう。でも、無謀な買い物だったんじゃないか？毎月、40万払うとか、1年で480万だぞ。それを7680万だとしたら、この金利が続けば話だが、だいたい16年ぐらいか、返済完了できるのは、保険に入っているだろうが、さすがに16年はきつい。でも、今、家を売っても不動産価格は下がってるだろうし、下手したら購入価格の半額とかもあり得る。このような事例が出てくるほど、家計債務が不動産の貸付金利が上昇で急増しているんだろうなと予測できる。では、記事の要点を整理していく。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、任せておけよ。記事の要点。1、国際通貨基金 IMF によると、昨年末現在で韓国の家計債務の対 GDP 比は、スイス 130.6% に次ぐ世界2位を記録した。21年まではカナダが2位だったが、韓国がカナダを追い越し、初めて2位となる不名誉を得た。
韓国はコロナ直前の19年と比べ、22年の家計債務の対 GDP 比が 10.5 ポイント 97.6%、 右矢印 108.1% も高まり、増加幅が最大だった。19年にはまだ世界7位だった。比較可能な26カ国のうち、米国、カナダ、英国など、16カ国がコロナを盾、デレバレッジ借金削減に成功したが、韓国は逆に借金が最も増えた。韓国以外で家計債務が増えた国々の平均増加幅が 2.7 ポイントだったことから、韓国の家計債務がどれほど大幅に増えたのかがわかる。17から22年の5年間の家計債務の増加幅も、韓国は 16.2 ポイントで圧倒的トップだった。2、専門家たちは家計債務が経済成長に悪影響を及ぼし始める臨界値を 80% と見ている。原理償還負担で消費が萎縮する水準だ。国際金融協会 IIF の統計によれば、世界各国の家計債務の対 GDP 比は平均 61.9% だ。しかし、韓国はすでに12年の時点で臨界値を超えており、その後もますます高くなっている。韓国銀行は特別な対策がなければ、今後3年間で家計債務が毎年 4から6% 程度増加すると予想している。経済成長の勢いが大幅に鈍化し、家計債務の増加幅が成長率を上回ると見られるだけに、家計債務の対 GDP 比は近い将来に 110% を超える可能性がある。3、その上、借り入れ時には予想できなかった高金利事業況となり、家計所得に占める利子負担は過去最大を記録している。統計庁によると、第2四半期4から6月に家計が利払い費用として支出した金額は、月平均13万1000ウォンだった。これは統計を取り始めた2006年以降で最高だ。家計による利払い負担は21年代2四半期の月平均8万6000ウォンから2年間で 52% 急増した。このため、平均月収479万3000ウォンに利子が占める割合は 2.7% で、四半期ベースで過去最大となった。全世帯のうち利払いがある世帯は 39.9% で、借金が世帯の実際の利子負担は、全体統計よりもはるかに重いと見られる。世帯の類型別では、チョンセと呼ばれる保証金形式の賃貸物件で世帯の利払い支出の増加幅が最大だった。月平均21万4319ウォンで、21年代2四半期10万2000ウォンに比べ 2.1 倍に増えた。月額賃料を支払う賃貸物件に住む世帯は 48.9% 2万3000ウォン増の7万ウォン。持ち家世帯は 38.1% 3万9000ウォン増の14万3000ウォンだった。4、韓国銀行のイ・チャンヨン総裁は8月末、国会で政府と官銀が共に家計負債比率を 100% 以下に抑えるよう今後数年間努力するという共通認識が形成されたと述べた。以上の4つだ。順番に見ていこうか。霊夢、要点は以上だ。続きを頼んだ。はい、お疲れ様。まず1だが、韓国だけが家計債務がコロナ禍の後にも増えた。そりゃできるだけ借金して投資するとか、わけのわからない投資ブームだったものな。それで、コロナの時は3000ほどあったコスピが、2400だものな。一体、どれだけの若者が投資で、大金を失ったのか。でも、投資は自己責任だ。政府の特性霊期待でやるものではない。もっとも、今までは借金は経済成長にも結びついていた。だが、それも世界2位となれば、借金が重く韓国経済を蝕むだろう。というより、すでにその負債があらゆる韓国の経済対策をなかったことにしようとする。
例えば、景気が悪い場合は政策金利を、本来は下げて対応するものなのに、金利を下げたら家計債務が、増えるからと官銀が金利を、下げなかった。だから、韓国はもう10ヶ月ぐらい凍結しているのだ。さらに家計債務が消費を、萎縮するので、韓国の内需も厳しい状態にある。そのため、自営業は借金付けだというのは先日、見てきたことだ。自営業債務が1043兆2000億ウォン。約114兆円だ。家計債務というか、支払い利息が増えれば節約するようになり、夜に居酒屋で、酒を飲む習慣もなくなり、家で日本産ビールを飲む程度になると。だから、韓国では日本産ビールが、売れてるのか。まあ、何でもいいが韓国の債務を、どうにかしない限り、韓国は何を、しようが積んでる状態だ。次に2だが、専門家たちは家計債務が、経済成長に悪影響を、及ぼし始める臨界値を、80% と見ている。でも、これをとっくに超えているのだ。2012年の時点で、これで家計債務がこのまま増加すれば、韓国は2年後に230兆円に増えるという試算が出てきた。本当かよ。少し見ておくか。官銀の推計では、今後3年間政策対応がなければ、家計負債が毎年4から6% 程度増加する可能性がある。今年第2四半期基準の家計信用残高、1862兆8000億ウォン、約205兆4300億円から毎年 6% ずつ増えると、想定すれば、2年後には2093兆ウォン、約231兆円まで、増える計算だ。このように2年後には2093兆ウォンだ。でも、韓国が家計債務を減らすにはどうすればいいのか。金利を下げるしかない。しかし、それは米国次第なので難しいだろうな。少なくとも来年に金利が大幅に下がるシナリオは考えられない。2025年は知らないが。3については先週の記事で大体の内容が出てきた気がするので、読んでおいてもらうだけでいいだろう。ただ、チョンセについては初出だと思うので見ておく。世帯の類型別では、チョンセと呼ばれる保証金形式の賃貸物件で世帯の利払い支出の増加幅が最大だった。月平均214,319ウォンで、21年代2四半期102,000ウォンに比べ 2.1 倍に増えた。これはチョンセと呼ばれる制度のことだ。最初にその不動産価格の7割程度払えば家賃が免除される。しかし、それには銀行から金を借りて、払うしかない。だから、銀行への不動産ローン、借金となる。そして、毎月、銀行に元本と利息を、払うのだが、それも貸し出し金利が上がってるので、支払いが増加していると。最後は読んだ。韓国銀行のイ・チャンヨン総裁は8月末、国会で政府と官銀が、共に家計負債比率を、100% 以下に抑えるよう今後数年間努力するという共通認識が形成されたと述べた。まあ、共通認識が形成されたところで、どうやって家計債務比率を抑えるのか。ユン政権では、どうせダメだろうな。税収不足で政府債務すら急増させる無能な政府だ。どうせ来年にはもっと増えてるさ。では、ネットの意見でも見ておくか。ちなみになぜ、ネットの意見を、たまに載せるのかというと、こちらの独りよがりをなくすためでもある。ただ、韓国経済についてはそこまで、意見がずれることはあまりないが。1、借金できると気にしないと、損だからな特性例目指しておかわりしまくれ。2、月収の9割もの、ローン組むとか正気の沙汰と、思えない。こんな奴らに日本の財政赤字についてとやかく言われたくないね。3、スイス人が不動産バブルに踊ってるのかな。あそこはスイス人になるのめっちゃ厳しいって聞いたよ。だから不動産売買も規制が厳しいと思うんだが、むしろここ数年の株バブルに浮かれてるのか。
4、スイスはここ10年ほどずっとで、この数年はむしろ減り始めてるから。今も増え続けてる韓国の、単独1位と言っていいんでは。5、世界韓国産、債務金額が許容範囲と、違いすぎます。自分はその金額は見ていません。韓国返さなければどうということはない。以上の5つだ。スイスについては不動産バブルなのか。でも、最近は減っているそうだぞ。なら、韓国が数年後に追い抜いている可能性はあるな。霊夢、スイスの家計債務はどうして多いんだ？調べたところによると、スイス人はあまり、家計債務とか、そういう話を家族でしないそうよ。債務で困っていても、一人でなんとかしちゃうみたいね。ああ、債務返済で大事なのは周りに相談だよな。そうよ。借金背負っていることを隠したい気持ちもわかるけど。返せないようなら負債背負っては一人じゃどうしようもないわ。家族に相談するか、死に相談するかなどして、債務を減らす方法を考えてもらう方がいいわ。複数の債務を低い金利にまとめるだけでも月に支払う利息は変わってくるからな。韓国人の多重債務者は一番わかってないけど、一番やってはいけないのが多重債務よ。銀行などにおまとめローンなどがあるから。それを使って一つにまとめる。まずはそこからよ。そうだよな。ネットもあるから、いろいろ調べてもいいよな。ええ、スイス人もそれやっておけばよかったってことよ。マリサ、続きを読んで。おう、最後まで読むぜ。では、今回は中国ニュースはあまり良いのがなかったので、韓国のニュースを一つ引用しておこう。どうやら、韓国の新規企業は5年以内に、66.2% 倒産するそうだ。もちろん、OECD 最下位クラスである。住み付き括弧10月8日、コリア、ウェイブ、韓国で新たに、創業した企業の6割が、5年も持たずに、廃業していたことが分かった。中小ベンチャー企業省の、資料創業企業生存率現況によると、2020年時点の調べで、5年以後も生き残っていた企業は 33.8% にとどまった。経済協力開発機構 OECD の生存率平均は 45.4% で、韓国より 11.6 ポイント高い。OECD 平均は38の加盟国のうち、生存率を発表している28カ国の平均値だ。28カ国のうち韓国より低かったのはポルトガル 33% と、リトアニア 27.2% だけだった。OECD 加盟国では、スウェーデンが 63.3% で、最も高く、続いて、ベルギー 62.5%、オランダ 61.9%、ルクセンブルク 55.4%、オーストリア 53.7%、ギリシャ 53.3%、フランス 50.8%、スロベニア 50.6%、米国 50.2%、の順だった。韓国について5年目の生存率を業種別に見ると、保険、社会福祉サービス業が 55.4% で最も高く、製造業は 42.8% だった。最低は芸術、スポーツ、余暇サービス業の 22.3% で、宿泊、飲食店業も 22.8% に過ぎなかった。事業支援サービス業 26.8% と、卸小売業 29.7% も 30% を下回っていた。これで気になるのは宿泊、飲食店業も 22.8% に過ぎなかった。やはり、チキン屋やコーヒー喫茶は、ダメってことだな。まあ、自営業は難しいからな。セミナーを受けて成功するかどうかは本当に、詳細や土地勘にかかっているからな。ニュースは以上だ。霊夢、これはひどくないか？そりゃそうよ。そもそも韓国に自営業が多いのだから。潰れる確率が高いのは普通のことよ。生き残れる確率が3割なら、
10人中7人が廃業していることになるわ。そいつらはどうしているんだろうな。さあ、廃業した後の韓国人の人生なんて知らないわよ。といったところで今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。